が好きになったのか、ウルトラマン。はい、皆さんこんにちは。新横浜遊び場トイズカフェチャンネルへようこそ。今日はですね、新ウルトラマンよりムービーモンスターシリーズゾフィー、そしてザラブ星人をお送りしたいと思います。私、ビッグカメラのポイントカードが溜まっていたので、早速今日は発売日の朝にポイントを使って購入してきました。ビッグカメラさんありがとうございます。ということで今日はゾフィーとザラブ星人をご紹介したいと思います。よかったらご視聴よろしくお願いします。それでは行ってまいりましょう。どうぞ。はい、まずこちらが、ゾフィーですね。はい、今回初めて分かったんですけど、ゾフィーって金色だったんですね。はい、ムービーモンスターシリーズもう一個大きいバージョンもあるんですけど、私は小さい方にしました。はい、やっぱバンダイのねムービーモンスターシリーズっていうのは、やっぱり昔から幼い頃から、すごく親しみやすくて、仮面ライダーだったりゴジラだったり、たくさんありますけど、このゾフィーすごくね、小さいんですけどすごいよくできていて、あのねしっかりこうまたねフォルムがいいんですよね。新ウルトラマンと形は一緒なんですけど、やっぱり色のね形がすごい良くて、本当にとっても素晴らしいです。ゾフィーはねすごく山寺宏一さんが、新ウルトラマンでは声を吹き替え担当されてますけど、なんかダークウルトラマンみたいな感じで、すごくかっこいいですね。はい、いい感じです。足も素敵ですね。はい、そしてこちらが、ザラブ星人でございます。かっこいいですね。いやまさかムービーモンスターシリーズでこんなに早くザラブ星人が、フィギュア化されるとは思いませんでした。ね、劇中では津田健次郎さんが声を担当されてますが、これ注目ポイントはやっぱ裏ですよね。あの劇中ではあの後ろ姿がこう中身がない感じに描かれてますけど、はい、フィギュアではこのように、はい、透明なんですね。いやすごい、これがねかっこいい。なんかあの空洞にもなってるんだけど、しっかりフィギュアとして、自立してるのでちゃんと立つし、あのかっこいいですよね。このクリアな感じがキラキラ、デフォルメもすごいしっかりされてて、で細かく、しっかり造形もしっかりしてるので、これかっこいいですよ、ザラブ星人ね。はい、でそれじっくりちょっとフィギュアを、見ていきたいと思います。はい、はい、ということでですね、今日は、ムービーモンスターシリーズからゾフィーと、ザラブ星人を、レビューいたしました。これね結構本当に、おすすめです。あの久々にムービーモンスターシリーズ、まあ、ポイントですが買いましたが、とっても最高なので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。